クラーク軍はアメリカ合衆国ワシントン州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は425,363人である。軍庁所在地はバンクーバーであり、軍内では最大の法人化都市である。コロンビア側を挟んでオレゴン州ポートランドがある。クラーク軍はルイス・クラーク探検隊のウィリアム・クラークにちなんで名付けられており、 ワシントン州では最初の軍である。1845年8月20日にオレゴン準州暫定政府によって創設され、当時は現在のワシントン州全体が軍内に含まれていた。クラーク軍は1844年7月27日にバンクーバー地区として始まった。コロンビア側より北、ロッキー山脈の西、アラスカの南すべての土地を含んでいた。 1845年、暫定政府がその名前をバンクーバー軍とした。当時はコロンビア側からブリティシュコロンビア州の北緯54度40分まで広がっていた。1846年6月15日、アメリカ合衆国上院がアメリカとカナダの国境を現在の北緯49度線で承認した。1848年8月13日、 ジェームズ・ポーク大統領がこの地域全体をオレゴン準州として組織化する法案に署名した。1849年9月3日、オレゴン準州議会が再度協会を変更し、探検家、ウィリアム・クラークにちなんでその名前をクラーク軍と改名した。当時はワシントン全州を含むでいたが、その後分割、再分割を繰り返し、1880年に、 現在の境界になった。現在の綴りに改定されたのは1925年になってからだった。1902年9月、州の歴史の中でも最大のヤコルト大化が東に隣接するスカマニア郡で始まり、西に広がってその前線は12マイルとなり、ヤコルトの街をほとんど包み込むまでになった。焼け残った木材を切り出すことは、しばらくの間儲かる事業になった。 クラーク軍はアメリカ合衆国大統領選挙で勝敗の鍵を握る軍である。2008年の選挙では民主党のバラク・オバマが95,356票を獲得してクラーク軍を制し、共和党のジョン・マケインは84,242票、独立系のラルフ・ネーダーは1,791票だった。しかし、2000年と2004年の2度の選挙では、 共和党のジョージ・ W ・ブッシュが勝利を獲得して、それぞれジョン・ケリーとアルゴアを破った。ロナルド・レーガンを二度、ビル・クリントンを二度勝利させたように、常に当選する側に多数票を投じてきた。当選できなかった候補者が、クラーク軍を制した例としては、1968年の選挙でリチャード・ニクソンに敗れたヒューバート・ハンフリー。1988年の 選挙でジョージ HW ブッシュに敗れたマイケル・デューカキスだった。民主党のアメリカ合衆国上院議員パティ・マレーは2010年の上院選挙で52%の得票率でクラーク軍を過労じて制したが2004年の選挙では共和党候補のジョージ・ネザーカットに敗れていた。州知事選挙では2008年に共和党のディノロッシュが クラーク軍で9万1301票を得票し、民主党のクリスティン・グレゴワールを制したが、州全体では落選した。2004年の選挙でもロッシュがグレゴワールに53%対45%で軍を制していたが、州全体では133秒差で敗れた。クラーク軍は、ポートランドメディアマーケットに入っており、州の初議権投票でも他の地域とは異なる結果に、 なることが多い。さらに社会的に、かなりリベラルな、シアトルの郊外とは異なり、大麻の合法化に反対するなど、保守的な投票動向を示す傾向にあり、地域の家族型有権者には、アピールしないと見られている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は656平方マイルであり、このうち陸地は628平方マイル。 水域は28平方マイルで、水域率は4.27%である。クラーク軍は南と西の2方向コロンビア川が境界となり、北境界はルイス川の北支流となっている。ルイス川の東支流とワシューガル川が軍内を横切っている。軍内に入ってしまう水流で最大のものはサーモンクリークである。ピュージェット湾から、 南のウィラメットバレーまで、オレゴン州とワシントン州の大半と同様に、クラーク軍の警官と機構は、火山性太平洋海岸山脈とカスケード山脈の間にあることで決定づけられ、ここでは氷河の作用でコロンビア側渓谷から出てくるときに、コロンビア側のバレーと合う、有字型のバレーを形成してきた。火山廃水土壌が普通であり、下流は肥沃な南土壌である。 群中央と南西部は概して平坦な氾濫源であり、前世時代の水浦湖からの本流で掘り込まれてきた。1万5千年から1万3千年前に、水浦洪水と呼ばれる一連の大きな洪水が起こり、いくつかの氷のダムが溶けて、ハイズ、ミルプレーン、ホースプレーン及び、フィフスプレーンのような一連の低い弾球を形成した。ペンの気候区分では、地中海性気候にあたる。 バンクーバー湖など多くの湖が、リッチフィールド近くの低地にある川と接している。群東部と北部は、カスケード山脈の森林丘陵があり、スカマニア群との群境では、標高4000フィートにまで上がる。ラーチ山が、群内の最高独立峰である。地域の植物省と動物省には、低地のビッグリーフメープルやベースギから、ゲイリーオークを経て、 ギホードピン彫刻立の森でよく見られる、耐火性のある、ロッジボール松やベー松、さらには、グランドファーや、シルバーファーなどへ種の繊維が見られる。大アオサギや、アメリカフクロウ、ミサゴ、アカオノスリ、白桃ワシなど猛禽類、カラスカの渡りガラス、アメリカガラス、ウェスタンスクラブ、ステラーカケスなど、様々な種類の鳥類に加えて、水流には、多くの種のサケが生息し、 バークーバーマスフカ城もある。大型動物としては、クロージカ、コヨーデ、アライグマ、スカンクおよび外来種のオポッサムがいる。クリックタット族やチヌーク族インディアンの常用食には、サケ、ハックルベリーおよびカマシアクアマシュがあった。フット山、セントヘレンズ山および、アダムズ山が軍内で死人できる。コロンビア川渓谷を抜けてくる。 冷たい冬の風が凍るような雨をもたらすことが多く、また地元では、シルバー層と呼ばれるグレーズアイスあるいはクリアアイスの、雨氷が、特に渓谷に近い群内南東部で見られる。これとは逆に、南東部からの暖かい風は、パイナップルエクスプレスと呼ばれている。春の雪解け水は、群内の水路を溢れさせ、1894年6月と1948年5月には、 コロンビア側の洪水の中でも最大のものが起こった。1948年のメモリアルゲイズ洪水は宗教の橋の橋脚上にまで達し、近くのバンポートの街を完全に破壊した。ザダレスダムの建設とセリオ滝の破壊により、このような洪水は減った。クラーク軍で起こった激しい暴風としては1962年10月12日の コロンブスデー暴風と1972年4月6日に起こり地元の学校を襲った藤田スケール F3 の竜巻がある。1981年11月の13日の金曜日暴風は風速70マイル毎時に達した。その他1993年1月20日の大統領就任式の日暴風、1995年12月12日の シー州ルで風速を記録した暴風2008年1月10日にバンクーバー湖のボート小屋を破壊しヘーゼルデルの建物に損傷を与えた後にホッキンソンで消失した小さな竜巻があったコロンビア側の断崖バーンクーバー取りで1825年元高企画道路クラーク軍青年委員会クラーク軍管理委員会の市民諮問組織である委員会は 軍中の各教育学区から二人ずつ、11歳から19歳の若者約30人で構成されている。1998年に創設されて、以来、軍管理委員会やその他部局に対して様々な青年にとって重要な問題について助言を与えてきた。例えば花火の制作や経済開発計画があった。軍政策を立案することに加え、 毎年ある問題について促進あるいは戦うための若者指導の企画を実施している。例えば青年会館での公民権オープンハウス、視覚障害児のための義援コンサート及び自由の個体があった。毎年群周編の青年を称えるためにスカイビュー高校でクラーク群青年の聖火祝祭も開催している。2008年には持続可能な発展政策形成に関わった。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。